これが人生初実況、ドラゴンクエスト4実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回はですね、エンドールの南西のね、王家の墓でね、変化の杖を入手しました。で、その後ね、ちょっとね、気になるところがあってね、移民の町に来たらね、ちょっと発展してまして、で、移民の町に名前をつけたと。で、ホフマンはね、隣のね、町の隣通り小屋に建てです。暮らしているという。常備隊です。じゃあね、続きをやっていきたいと思います。変身ヒーロー、変身できるんですよね。とにかく敵の情報が少なすぎます。どうにか中枢に潜り込まねば。ホフマンの家、ないんですかね。話聞きましょう。おかげさまで町の住人は順調に増えているみたいですね。とにかく今は一人でも住人を増やして町を大きくすることです。さて何かご用でしょうか。1,2,3,4,5,7 名ですね。寝たい住民を探す。クラークに共にした住人と別れるのは寂しいですけど、町の発展のためには人の入れ替えも必要なこと、これも仕方がないことですよね。さて今のところ、まあ、内心町を出たいと思っている人はと、誰も出ていきたいと思っていないようですね。さらに人が増えればそういう人が出るかもしれませんが、今はいないみたいですね。はい、そうですか、信じてますからね。言われるとすごい重みがありますよね。トンネルさん、はい、ないですね。はい、ここに日記ですか。はい、今日も日が暮れた。毎日とても忙しく充実した日々だ。思い返してみるとヒルタン先生から自分の道を進めと言われた時は正直言ってものすごく不安だった。だけど不安がっている場合じゃない。キョンさんたちも協力してくれるし、今はがむしゃらに頑張るのみだ。僕ならできる、僕ならできる。アマトハルカスを絶対に素晴らしい街にしてみせるんだ。頑張ってくださいよ。ホフマンさん、毎日頑張っているみたいですね。応援してあげたいな。ここで街の人間の出入りを管理しているのか。なかなかマメな男だな、やつは。結構質素ですよね、家が。じゃあね、方がね、今日もね、あ、思ったより片付いてるわね、この家。ホフマンさんに会うと一緒に旅した時のことを思い出しますね。変化の杖を使えばこれは来ましたね。まったく何考えてんすかね、この人。犯罪ばっかりじゃないですよね。そうですね、買っておいた方が得かもしれませんね。たまには食う、たまに空気のきれいなところに来るのもいいけどさ、たまでいいのよ、たまにて。しか来ないんすか。都会よりもこういうのどかな町の方が心が安らぎませんか。ホフマンさんはここに大きな町に下がっていますけどね。こんな感じです。じゃあね、誰連れて行こうかな。またね、このメンバーになるのかな。まあ、このメンバーが確実そうな気もするんですけどね。でもちょっとやめて、落ち着いていきましょう、今日は。
じゃあね、今回の目的地である辺でしたっけ、場所は。そうですね、この辺ですよね。へこんできたこの辺で手役し行きましょう。結構出ますよね。またこいつか。バッチリ頑張りましょう。調子いいですね。まったく調子が上がってきましたね。聞きにくいのが全体的に呪文跳ね返してきますよ。まったくまだ毒蛇のままにしてたの。まったく。じゃあね、作戦で命令させようか。この強さを見せて、相変わらずうっとうしいですね、呪文届き上がるの。地味に痛いですよね、こういうのが。倒せたんですけどね、地味に痛いですね、まったく。地味に削られることが辛いですよね、まったく。エンカウントか。豚にエンカウントだ。全員バッチリでいきましょう。勇者は問題ないんですけどね。ちょっともったいないですね、単体に言うなんて。洞窟ってジメジメして湿ってるから嫌なのよね。できるなら馬車で待っていたいわ。洞窟って珍しい魔物と戦えるから私は好きよ。対照的ですね。魔物が襲ってきたら真っ先に水に飛び込めば狙われずに済むだろうか。いけないいけない、私は神官なんだ。卑怯なことを考えてはいけないんだ。大変ですね、神官も。じゃあ行きたいと思いますよ。こっから先が、行けるようになりましたね。これで魔物さえ出なければ綺麗でいいところなんですが。そうですよね。油断していると突然魔物が水の中から現れそうでちっとも気が休まらないわ。おや、宝箱発見ですよ。はい、小さなメダルですか。どっちがいいのかね。下ですか？下で回っていけるのかな？いろいろ出ますね、本当に。ああ、かわされた。効かない。さっきやりすぎてもね、痛みありますよねって。結構嫌な呪文使ってきますね、こいつも勝手に。結構厄介ですよね。無理打ちをかけてヒャダルコですか。戦闘炎者出てますね。おっ、かろうじて生きてますよ、まったく。危ないとこでしたね。いやいや、メラミあんだけ来られたら結構厄介ですよね。もう危ないとこでしたよ、本当に。
まず回復していきましょう。切れましたか。さて最深部まで行きますか。これどうなってんだ。こういう変わった地形で戦うのもなかなか楽しいわ。さあ早く魔物が現れてくれないかしら。こんな足場の悪いとこで敵に襲われたら戦いの最中にうっかり転んでしまいそうです。そうですね。流れる滝は綺麗ね。って観光に来たわけじゃないか。まあ観光じゃないんですよね。結構迷いそうですよね、これ。ありましたね、宝箱。はい。780ゴールド。どうなってんだ、これ。ブラッドソード一体。まあ、一体で助かりましたね、本当に。こっちですかね。まさか、どっちでも行けた。あ、やっぱこっちだ。あ、こっちにも宝箱あるんだ。まあ、最深部まで行きましょう。これですか、宝って。なんと、はぐれ剣メタルの剣を見つけた。何のファンファーレもありませんね。これをまあ主人公に持たせてもいいんですけど、まあどうしましょう。一旦装備させますか。まあ結構これ誰に装備させるか結構悩みどころなんですよね。あと出ますか、ここでも。スネーカー、ちょっと倒しにちょっと持ってこいかな。倒しちゃいましたね。あっさり倒しちゃいましたね。まあ、帰るまでが遠足って言いますかね。油断になりませんね。無事に帰れますかね。こっちですか。結構言い込んでますね。ザラキ一撃、一網打尽ですね。ザラキ無双といったところですかって。無双じゃないんだけどね。3体しか倒してないんで。もうザラキ、おっと、無駄になりませんね、攻撃力は。倒しましたね。はい。時間を押してきたんで終わりたいと思います。じゃあね、バイバーイ。